その個体個体によって。あ、そうですか、うん、いやー、うん、クリンクリンやね。あのね、今日売れちゃったばっかと思うんで、まだね、うん、これからですよね。10時頃からね、木箱からまだ出したばっかなんですよ、うん、そういう中でちょっとこうやってガーガーってビビってるわけ。でまあ2、3日すると慣れてくるけどね、まだほんの2時間、3時間かかってないもんで、まあこうやってガーガー。この中で何週間、まあ約19日、20日ぐらいですね。あと20日ぐらいなんだ、うん、まあこれからずっと塾ですのでね、どう言ってるかな、あれですね、もう用事がありましたよね、うん、月木が出荷するもんで、火曜か金曜日に来ていただくと一番いいかと思うんだよね。火曜日か金曜日、うん、火曜日か金曜日。焼きあんだ、この子が欲しいの、この子の色が買ったら欲しいの。またあの時期的にはね、うん、あの6月の前半までまだシーズンですので、まあ、あのまだ2ヶ月あるもんでね、まあ、安心してください。あのおじさんのとこで色がルチノが多いですよね、うん、で、あの変わり色っていうか、ええ、あのこの子が寝たホワイトフェイス、ええ、ホワイトフェイス、ええ、シナモン、ええ、あとそれぐらいですかね、ノーマルと。そうですね、あと、まあ、真っ白の、アルビノがね。アルビノか、うん、アルビノも今日ね、いて一番朝一番で売れちゃった。あ、そうなんですか、うん、この子シナモンパイドの、そうそう、シナモンパイドになるわ、はい、シナモンパイドのホワイトフェイス、うん、シナモンパイドのオペでない、この子ないの、あるよ、この子はシナモンパイドだ、シナモンパイドだね、うん、かわいいな、この子かわいいね、オスネくんはどうのこうのじゃなしにね、女の子同士でも相性がいいか悪いかですね。そういうこと、その2羽の今度性別じゃなしに、その2羽の相性だけですよね。相性が良ければ一緒に入れてもらってもいいんじゃない。逆にオスメスでも、あの相性が悪ければ、しょっちゅうこんな喧嘩ばっかりやってればさ、一緒に入れてくれる。ああ、じーっと、ペタッと相性がいいって感じです。まあ、そうばっかもいかないけども、まあ、それなりにいればいいことですよね。そんな、タイトル買うんで喧嘩ばっかりこんなことやってるよりは。たまには、それかわいいな、この羽のここの色もこれ。そう。おそらくね、これはね、うん、この色がね、消えていっちゃってね、こんな色になっていっちゃう。あ、そう。消えちゃうんですか、うん、おそらくね。残ってる子もいますよね。うん、まあ、中にはね、ええ。あー、かわいい。あー。このパイロ系だから、おそらく消えちゃうと思う。消えちゃいますか、うん、毛が割りの時期にね。あー、換気にね。あー。男の子が多いの、パイロ。はい、どこの子が この色から先に、うん、どれが好きよりさ、うん、そう、うん、あ、あれか、あ、綺麗ね、
な色をしてる。下もいる？これいいね、やれる。卵温めとった。この子卵温めとった。そうなん？あ、本当だ。卵こんな下にあるんですか？あれはね、産み落としたやつ良くないよ。あ、良くない良くないですね。処分しな、まずいけど、なかなか私手抜きしてるんで、処分してないの。申し訳ないけど。これ一匹いくらするですか？これね、一匹1,750円。これ一匹1,000円。買うの？でも慣れてない。でも見とるだけやろ。うん、そう、そうです、ね、うん、え、すごい。なんかね、ラムネちゃんとか欲しいんだよね、あんた。そう、とに置いとくの。嫌だ、嫌だ、嫌だ。この子すごい上手、この子。こういったのだとちょっと若いで慣れるかわかんない。そう。好みあります？いや、若いでさ、慣れるよりか。おなんか喋りそうちゃう、あの子。うん、喋りそう。あ？これ病気かも。うん？ちっちゃいよね。いや、まだ赤ちゃんいるよ、さっき。どこに？赤ちゃんやろ？これ。短いならまだ赤ちゃん、あの2匹、2匹。これ、好きだよ、なぶちゃん。女の子だ。これあの人気右、まだ赤ちゃんがあるんだって。すごいよ、綺麗な色やね。でも女の子っぽくない？うん、そうだと思う、女の子だと思う。じゃあこの子だって。あ、おすさおすさじゃなくて喋りそうじゃない、この子。あ、これ全然難しいな。